はい、これが亀ゼリーです。またまた、香港で亀ゼリー屋に入っちゃいました。こんな感じですね、店の中。もう亀ゼリー一色です。もう本当に私は亀ゼリーが好きで、もうこんな感じで食べまくってます。ほら、こんな感じで若い女性が会社帰りに気軽に美容と健康のために亀ゼリーを食べてます。こんな調子です。